古い製材所に木を入れないといけないね。あとは製材所が建てられるようになってるから長板不足が解消できる可能性が出てきてるんだけど、それはどうしようかな。今のところ別にはあってもなくてもって感じだと思うんだけど。うわー、じゃあ今日はこっち側切っていくか。さてじゃあやっていきましょうか。そういえばこの下キーで木をターゲットにしてコンバインを揃える、このコマンドがなんか動かないっていう話を前したと思うんですけど、これもどうやらアップデートで修正されたっぽいですね。おい、いい感じに動いております。素晴らしい、めちゃくちゃ便利なんだが。あれ、こっちが前か。お、これは枯れ木だね。そういえば枯れ木の報酬がどうやら上がってるっぽいですね。前は確かにもう本当に全くお金にならなかったから、さすがにちょっと上げてくれたっぽいですね。おっとっとっと、大変いいアップデートがかかってますね。手前のやつ切る？それとも一回積む？一回積むか。危ない危ない。あ、一歩向こう行っちゃったな、俺。あ、やべ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 、
持ってこうかな。おちょ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 、まあこれ大体いっぱいかな。そうだね、あとこの辺は切れるけど、セコイアどうしようかな。これちょっと何本か除去したいは除去したいんだけどさ、あんまり切るべき木じゃないからな。ちょっとでも申し訳ないけど何本か切らしてもらおうかな。邪魔だからね。
一旦じゃあここで いっぱいになったから、で一旦今月はこの辺で終わろうかな。さて自宅もできたことだし、そろそろどっかにガレージを建てたいけどね。ここか、ここに建てるか。そしたらこう渡ればもうすぐって感じだもんね。それがいいかもしんないな。これはさ、でもでかすぎるでしょね。こんなサイズはいらないよね。もうこれでひとまず十分な感じではあるんだよ、奥行き的なことで言うとね。これバルクホールなんだよね。あーでも高さがあるからやっぱこれがいいのか。そうだな、でこれだったら厚み的にはいけるよね。このところ一番長いのはこのトレーラーになってくるんだけど、まあ、1台まるっと入らないけど、まあ、トレーラーだけだったらギリ入る感じか。この建物もプラチナムエキスパンションで入ったやつだから、これ使うってのはいいかもしんないね。14万5000って言ってたっけ。うん、14万5000だからね。まあでも1ヶ月分売れば10万ちょいぐらいになるから、まあ、そんなにかな、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいあれば足りるって感じにはなるかな。じゃあまあひとまず今回はこの辺で終わっておきましょうかね。それではまた次回お会いいたしましょう。以上ねむたけでした。